今日は九段のマリオ・バロテッリが6試合の招集外を経て、ゲームに戻ってきました。ご覧の並びです。ボローニャいかがですか？そうですね、はい、いつものボローニャらしい戦い方をしていましたね、はい、自陣に戻ってブロックを作って相手の来るのを待って、でそれに対してボールを奪えたらカウンターという狙いはあったと思いますね、はい。アダユトの4分のフリーキックです。これは際どいシュートでした。そうですね、はい、キーパークロスも山張ってると思うんで、意外性のあるいいシュートだと思いますね、はい。インテル得点シーンです。モッタがこの位置からシュートを決めました。このボール大きかったですね。ボローニャもここまでいい守りはしていましたので、まあ、膠着されている中での得点でしたね。そうでしたね、はい。ゲームプランを少し狂わしたということにもつながりましたよね、はい。まあ、プラン的にはボローニャ 0-0 で行きたかったというプランだったんです ね, ですね。でそのボローニャ42分、ブシェ、これはチャンスでした。サットンがかぶった、かぶって、ね、サントンもかぶってしまって、はい、もう少し時間かかりますかね、サントンね。インテルは44分、ファンデフを切り込んでミリート、そしてバロテッリ決定機。まあ、ビビアーノのナイス反応ですよね、はい。シュートはもう一工夫が欲しかったのかなっていうところですね。まあ、まともにいったというシュートですね。そうですね、キーパー完全準備もできてましたね、はい。後半7分、インテルはミリートが抜けてこのアウトにかけたクロスボール、なんか半分ぐらいミリートにもゴールを上げたような素晴らしい、そうですね、はい、パスですね。でここで決めるバルデッリ この何か持ってる男っていうことですよね、はい。いろんな意味でバルデッリらしさは今日あったのではないでしょうか。まあでもね、6試合招集外で復帰したゲームでちゃんと点を取るあたりは本当さすがですね。ですね。33分のインテルです。この速攻はもう1対1になりましたので、ここで3点目かなというチャンスだったんですが、これでもミリートもでもあれだけ後ろから疲れててよく打ちましたね。そうですよね、これ結構難しくないですか？簡単ではないと思いますよね、39分、ボローニャ、これ、まあ、サラジェータが今深く引っ張ってこのシュートを引き出しましたけど、八田さん、こういうのが欲しかったってことですよね。そうですよね、引っ張ってその、まあ、もう少しこう2列目がこうプレーしやすいような、はい、相手にこう守備に変化を起こさせるような動きが欲しかったですね。あ、でもこれやっぱり改めて見ると見事な中央突破でした。持った今日ドッピエッタ、ダイレクトで打ってもいいと思うんですけど、うまく間にコントロールしてますよね、はい。でコントロールしてからのシュートの速さですね、はい、いいゴールですね。戦カードをご紹介しましょう。まあでも八田さん早いもんで、もう大詰めまで来ましたね。ですね